い、捨てられないうちわの話、捨てられないうちわの話、もうね10年以上前にもらったうちわがありまして、なんかね花火大会かなんかでもらってきたうちわがあって、それをね未だに使い続けてるんですね。でこのうちわっていうのは普通のサイズの普通のデザインのうちわで、なんか花火大会かなんかのロゴみたいなのが入ってて、で花火大会でこう配った景品というか、まあそういうねグッズで、まあただでもらってきたと思うんだけど、で材質プラスチックで表面に紙が貼ってあってね、で何の変哲もないただの平凡なうちわなんですね。だけどこれ10年以上使い続けているという、もしかしたらもっと前からあるのかもしれないですけど、まあとにかく少なく見積もっても10年ぐらいは使い続けているという、そういう代物で、でこれなんでね捨てないんだと、途中でねなんかこううちわだけ買ってきたこととかあるんですよ。これ1本だけじゃちょっと不安だから、個人で使うにしてもね、うちわを買ってきたりとか、あと扇子をね買ってきたりとか、うん、まあ今だったら100円ショップとかね安いの売ってますから、別に何でもいいわけですよ、うちわなんかそんな高級なものでなくていいし、まあ1シーズン2シーズン使えれば十分なわけなんでね。だから何度も買ってきてこう予備としてね、置いといたりとか、この花火大会のうちわを予備として保管したりとかしてたんですけど、結局ねこの花火大会の平凡な10年以上使ってるうちわだけが残ったというね。他のうちわもね使ったんですけども、やっぱ折れたりとかね破れたりとか破損して捨ててるんですね。でこの花火大会の10年以上前にもらったものだけがねあると、多少ね表面の紙とかがちょっと破れてきたりとかはしてるんですけども、プラスチックがこれ硬いプラスチックというか、丈夫なプラスチックで全然折れる気配がないですし、あと構造的にもこれ究極の形なので壊れないっていうね、うん、というねまあ優れたうちわでして、でやっぱり10年以上使ってるとね慣れてくるというか愛着があるというか、ああ去年も使った、一昨年も使ったみたいな、夏といえばこれみたいな、でちょっと初夏で暑くなり始めると、あのうちはどこ行ったかなって、本棚とかを探した本棚に差してあるとねいう感じで、いつまで経っても家にあるっていうね、そういううちわなんですね。まあ、こういうものも珍しいなと。扇風機だって10年は持たないですよ、うん、だからねその電気ストーブ系だって10年は持たないですよ、いくらなんでも。だからこのプラスチックと紙でできたねこう仰ぐわけだから激しく使うわけですよ、それがね10年以上持っているという、しかも全く捨てる気にならないというね、多少ね紙が破れてきてる部分もあるんだけど、まあうちわとしては問題ないですし、まあ人前で使うのはちょっと恥ずかしいかなっていうボロさ加減なんだけど、まあ外に持ってくわけじゃないんでね、これでいいと、部屋の中だから。というわけでね、いつまでも捨てられない、まあこれあと5年10年は現役でいくんじゃないですかね、まあ、そんなねうちわがうちわをね所有しております。